楽しいよね。ここ来ました。桂浜。桂浜来ました。だけどまだ浜は見えてない。浜見えて、どこから行くのこれ。あ、でも矢印ある。あったあった。なんかだいぶアバウトな矢印ね。ねえ。矢印の方向に行ってみよう。好き？好き。絶対なんかね、前世海でなんかあったと思う。海が好きなの。海が好き。そんなに？荒れてるぜ。好きなんだね。好きなんだね。これでもさ、データフォルダに入れて見返すのかな。せっかく波の音撮ってたのに舞ちゃんすごい。あ、ごめんごめん。待って待って、顔ハメハンバーあれ、ずっとやりたい。やりたいね。え、あれ行ってみようよ、じゃあ。行こう行こう。すごい。あ、スペシャルやったばっかだから。カワウソタイムだって。え、なちゃんじゃん。すればいいんだろう。眩しいのよ。じゃあ私たちの撮影終わったから次なちゃんのソロカット参ります。本番だよ。待って、めっちゃ思ったよりちっちゃい。選べる背景。海バッグがいいかも。いいね。いいよ。収まってるよ。収まってる。イメージはさ、こういう感じ。意外といけちゃうやつね。ここにカワウソいない？大丈夫？めっちゃ可愛いんだけど。カワウソね。可愛い。12時22分。届かー。そうだね。なんちゃんと遊べるのもそれまでの時間だね。そうだね。ショーがあるから。ごめんね。お土産屋さん見ましょう。プラハマーしか見てないけど、難しかしな。見たいです。じゃあ、あれか、なんだっけ、お土産も選ばなきゃなんだっけ。あ、そうだ、16時間何があるんだろう。え、これはねえ、これリョーマさんチョコ。よくない？かわいい。よくない？これお土産かわいい。ラスイチ、ラスイチ。ラスイチ、うん、いいじゃん。買えた、お土産第1弾。ね、第1弾って割といっぱいね。だいぶ買ったよ。そうだと思ってたんだけど。とりあえずじゃあ移動しますか。移動します。移動します。さあ、焼くぞ。こんにちは。あ、なんかたたきが体験できる。はい、人のお笑い体験ができる施設になってます。よかった。もうすごい。お好きなのは一つ。できました。じゃーん。
から食べます。食べましょうか、食べましょう、食べましょう。じゃあ、せーの、いただきます。でもさ、変なの買ってみたいよね。うん、じゃあ焼きなすじゃない？焼きなすと青海苔だったらどっちの方がいい？そうなんだ。そうなんですけど。じゃあナスにする？ナスってさ、味ないじゃん、正直。確かに。どんなに食べんの？何なの？いっか。はい。いちご買っていい？あ、どうぞ。私のカレー。どのカレーがいい？文句。一緒に食べたいだと職務が終わるまで待っている。あ、上から系ね。ほんまにそばに寄ってほしいのはお前だけじゃん。あ、下からタイプね。おばさんが笑顔ならわしはほんまに嬉しいぜ。あ、かわいい。うわ、人気な理由わかる。私高杉晋作が。あー、やっぱり、うん、いや、そこはだって、そこはさ、ちょっとじゃあ面倒くさそうだから人は。じゃあ土方さん。ミレーがクラッシュ入ってんだね。なんかボツボツしたの入ってる？入ってないの。あれ。ちょっと塩気がある。感じる？言われてみれば。ちょっとあれだね。ちょっと。本当にすごい美味しい。じゃあ。これはさ、もう全員だよ。全員で一気に行ってみる。色。うん。いくよ。いけるね。でもなんかほのかじゃない？ほのかにその焼いてる感じ、焼いたナスの匂いがする感じ。わかる。中でね、なんか後味が焼きナスだよね。これすごいわ、この通路今。焼きナス？お箸3000でいいですか？ありがとうございます。じゃあいただきます。合うよ、焦げなかった。一番奥の角の、この間来た時にしまっとった。ニンニクって
これさ、1人前で足りたかなって感じレベル。美味しくない？え、全然こんなの余裕じゃない？ペロッとだよね。美味しいよね。高知城に着きました。ちょっと行ってきます。行きましょう。やだ、はあはあ、地味にね、ちょっと綺麗で、まだまだだよ。すごいいい運動だね。みんなよく山登りじゃん。みんなよく登る。今日なんか階段登るの多くない？そうだよ。あ、なんかついてるっぽい。いやいやいや、え、ついたよね、これ。え、ついてないの？ついたんじゃない？あれでしょ、ヒロ。でもここでいくか。あ、でも景色綺麗っぽくない？もうみんな疲れすぎて。ちょっと白、これ、白、白です。白でーす。白です。ついたついた。ついたぜ。あ、でもなんか桜なのこれ。梅？なんだろう。綺麗じゃない？綺麗。感動してるじゃん。私ね。してんの？してるよ。今してた。だってピンクだよ、めっちゃ。ほら、映えてる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 。春、春到来。次の場所に、せーの。次の場所まで、せーの。来ました、土佐神社。どこ行こうか迷ったんだけどね、やっぱ金魚に行きたいの。あ、参道は端を歩いた方がいいんだって。真ん中は神様が通るから。あれ、あ、通ってるよ、通ってるよ。あ、ごめんごめん、通ってるよ、通ってるよ、入れて。広いね、なんか一瞬回ってんのよ、真ん中ら辺で。あ、真ん中ダメだね。今までのロケ地だって。かわいいかよ、二人とも。約10分、森巡り。森巡り。巡ろう。ご神木の中へ。いい匂い。なんか、神社の匂いって感じ。うん。なんか迷い込んだみたい、森に。急に森だね。え、急に森だよね。ね、すごい。あ、せせらぎ川の、いいね。なんか妖精っぽい。ほら、ご神木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 です。ありがたい、ありがたい、ありがたいや。パワースポット。そうだよね、パワースポット。そうだね。ね。コーチは全体的にって言ってたけど。ね。特にここは強さ。すごいね。入れて。入れて、鳴らして、ブレーン拍手。だよこれ、はい、すごいいい感じの店があるけどね。小料理カーゲッツ、小料理だって。いいね、雰囲気がすごい、ね、なんかもう地元感あるよね、本当に。え、すごい、本当だ。え、これどう行く？しかない。私はグッチャキンパイ、私はグッチャキンパイ。あっ、いってらっしゃいね、姉さん。姉さん、
もうダメだ。なんか真っ白。オッケーっぽいぞ。本当？大丈夫だ。おーい。さすがですね。行こうぜ。セットになってる。叩きのタレもついてる。こっちもあるんだね。
え、めっちゃ良くないこれ。家でこれ何切って食べれる。次タレかけて食べれる。めっちゃいいじゃんこれ。え、これ私欲しい。食べたい。自分に送ってもいいんかね。いいんじゃん。え、じゃあこの何お土産分のやつを、お土産分のやつこれにする。2個入りのやつ。そうだね、発送伝票書いておく。こっちにあります。なんか初めてかも、こんな送る系のやつ。あ、わあ、いいね。何何見つけたの。これよくない。カツオ煎餅。どういうこと。カツオ塩、カツオ塩の煎餅。へえ、等身大だって。カツオ、え、カツオってこんなちっちゃいの。もっと大きいイメージあった、ねね、もっとマグロレベルで、ね、もうこうやって、あ、ごめん、何もう一回やって、持ってかれるみたい。恥ずかしい、言わせないでよ。カツオの小エビを畑に冷凍のお、やったー。みんなにね、持ってってあげよう、ね、やったー。ありがとうございます。やっとついに、ついにミレービスケットを食べる時が来た。気になってたんだ。えい。というわけで香川県の中野うどん学校やってきました。いざうどんはどっちだ。こんにちは。うわー、あったかい雰囲気だ。第一教室、うどん学校第一教室。あら、いい雰囲気。おお、すごい。じゃじゃん。わかりました。中野の音楽を開講させていただきます。いくよー、行くかな。はい。オリジは思いっきりギュッと潰してくださいね。卵つけないのでね、気をつけてください。上まで完全にね、転がしてね、力入れてギューって転がしてくださいよ。あ、全然太いかも。案外ね、3ミリって見た目より細いから、かけて、で、両手でほぐして、バーッと思いっきり。ね、これがね、濃縮のだしがついてるんで、はい、白だしかお水で薄めてくださいね。そして、皆さん頑張っていただきましたので、こちらです。おめでとうございます。あっという間にご卒業です。これで終了でございます。ありがとうございました。はい、はい、ということで、じゃーん、うどん。嬉しい。めっちゃ楽しかった。楽しかった。超楽しかった。ねえ。また香川来たらやりたいね。ねえ。卒業証書もらって。いただきまして。いましたね。生地も。生地もちゃんとあります。カニはすぐ食べる。ねえ。また、もう帰る時間みたいなんで。おうち。じゃあこれで、はい。私たちの旅は終了。終了。楽しかった。楽しかったね、うん。また行きたいね。うん。じゃあこれでお土産をいっぱいで、またこれにて終了です。バイバーイ。バイバーイ。